っとんの？お、こんなところに朝が。2階か？お待たせ。始まらん。こっちか。何事だ？アルタンが来たんだよ。 おかげでこのざまだ。怒られたな。クシの境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がなくせ。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。ユナはどうなの？野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。異種返し。行儀いいな。俺こうやって行くのに。何ゆっくり降りてきてんだよ。さあどっちや。710m。あらららららら。わあ、邪魔な拠点が近くにあるけど、まあいいか。よし、風よ、俺を導いておくれ。こっちだ。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には仮があるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。何も知らねえよ。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。仮ではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して。あ、置いて逃げやがったな。一斉に走り出した矢先に位置が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。なぜ助けなかったのだ。あの時は子供だよ。殺されるのはオチだ。化け物に立ち向かい、かつ子供もおるぞ。そういう例外はいい。私はあの日から毎日のように悔やんでる。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。キツネもね、追いたいね。まあキツネは、うわー、また鳥もいる。こんなん追ってたらね、いつまでたってもゲームが進まねえんだ。また鳥いるわ。これは近かった。来てよ。ちょっとこれさすがに近かったんでもらっとこう。さすがにあんだけ近かったらもらうわ。このルートか、こっちのルートか。自由度がありそうで微妙に自由度のないね。オープンワールドあるある。何でもできるように見せかけて実は何でもはできねえやつ。この拠点は無視するけど。てかこの拠点を潰すのか。抜かるな。アルタンの兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。1、2、3、4、
結構ゴール多いな。多いですよこれは。いきなり一騎打ち出てるけど、これはちょっと多すぎるな。裏行ったな。これはバレんだろ。今いい位置で殺せたね。2匹いる。連できないかな。今連殺出たんだけどね。さすがにあいつらは。おっと今チャンスじゃない。連よし、一回逃げるか。ユナさんあれ勝手に戦ってね。正面から暗殺をするという新しいプレイを。ユナさんいるじゃん。よし、一旦逃げるぞ。で、またあっちの、ね、入り口に戻れば警戒も収まってる頃だろ。あ、吹かれた。ユナさんが戦っている。来い来い。フェンダすっげえ外側を走ってきてるけど絡まない。ユナさんいたの。ん？知らぬ間に下の方はあと残り2人にまで減った。笛を吹いたけど別にもう集まってくる雑魚がいないんだよ、ね、かわいそうに。もう俺たち二人だぜ。ずいぶん遠くまで見えるようになったよね。上の方の兵隊は下まで来るわけじゃないんで。今隊長いなかった。違うか。見つかってしまった。
じゃん。鉄砲ゲット。やっぱ鉄砲よな。こいつ最後まで気づかなかったのか。アルタン、いつまで逃げて回るつもりだ。あ、2発目の鉄砲だ。これはもうアルタン即抹殺やな。あいつだ。来たか、アルタン。アルタン、手下を引き連れやがって。一騎打ちか。アルタンがいる。タン、アルタン、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうして、クロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかるわ。黙れ。ザレ言はしまいだ。一騎打ちか。一騎打ちだ。抜け、アルタン。いや、そら鎧きますよ。ちょっとハンデありすぎやろ、いくらなんでも。ねえ。もう完全強化じゃねえか。何がいいんだ。お前も生き残るのに必死なのだ。シールドバッシュとかしてやる。もう違うのか。それにしてはなぜそう同類を毛嫌いする。無理やり。俺は平和のために人を殺す。サイダーガードを進めたら無理やり。お前はただの人殺しだ。嘘を重ねるな、欺瞞の化身め。喋らせてやる。あんた、あんた、こいつら。あれ、投げてる。バーン。ユナさんも。やっぱ鉄砲なんですよ、このゲームは。鉄砲ゲーですわ。あれ、どこおったんじゃん、あれ。急に来たな。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見る。ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。
さよなら、ユナ。一の言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らはいる。だが、下道に落ちてはおらぬか。落ちてても、あんたには正義があるよ。声、正義で全てが正当化される。便利な言葉だよ、正義ってよ。強気の野党。これ何のトロフィーだ。よし、医療。飛び道具の豪風。おぎょ。とりあえずね、ここの新しい町を、なんか串寺かこれ。行ってみるか。奇変に説明か。なんて読むんだろう。こんな字使ったことないわ。それなりにいるな。こっちも拠点？もしかしてできる。そうでもない。こっちは違うんだ。あー、水流しだねー。拙者は泳ぎが達者ゆえ。鳥の声。なんなら私を導いておく。こっちか。あの画面内にめり込んでいくのはさすがにやめてほしいんですけどね。いくらクロードといえどもね、それはちょっと追えませんわ。さすがに地面にめり込まれたら終えませんね。口寺で争いだ。争いが始まった。そうか、危ない。口寺。入れる場所が見当たらん。走りすぎて横っ腹が痛い。空いてる。開いてんじゃん。うわー、すげー戦ってる。乗りよう、再開様。うっせーな、お前。うっせー。これが一番早いと思います。お、結構落ちてんじゃん。結構やるな、こいつ。よくも寺を。この有様を見てください。たっ飛ぶべき寺を血で汚すとは許しておけん。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。あ、しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば
そうたちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は近しい僧と避難を。無事だといいのですが。苦難の始まり。皆を手当てします。